世の中の仕組みを研究する仕組みラボ。広報博士、人間の世界の仕組みなんて研究して役に立つんですか？いきなりなんてこと言うのよ、リッキー。仕組みを理解することで複雑な社会の背景を知ることができるのよ。教科書や学校の授業だけでは伝わりづらいことが勉強できるわけ。今は子供でわからないことも多いと思う。だけど大人になった時きっと役に立つはずよ。だけど僕たちリスとフクロウですよ。それは言わない約束でしょう。例えばクレジットカードで支払う時、どんな仕組みでお金が払われているのか知ってる？わかりません。クレジットカードの返済方法の一つ、リボルビング払いの仕組みとかわかる？何それ、おいしいの？最近よく使われるようになった電子マネーもたくさんの種類があるのよ。ペイペイ。それはわかるのね。その他にも食物アレルギーが発症する仕組みとか、洗濯の時の汚れを落とす仕組みとか、わかりづらいことがたくさんあるのよ。なるほど、博士、もっともっと世の中の仕組み教えてください。あなた一応助手っていう設定だからね。仕組みラボは学校の教材、教科書の専門会社、教育図書の動画配信サービス軽オンデマンドで見ることができます。詳しくは教育図書で検索。みんなも一緒に仕組みを学ぼう。